皆さんこんにちは、てつおです。今回は FF9 の中で最も愛され、僕たちプレイヤーに感動と生きる意味を教えてくれた FF9 に登場するビビの感動の物語をお伝えします。このビビというキャラクターは、とんがり帽子に真っ黒な顔をした9歳の黒魔道士の少年です。とても内気な性格の一方で、誰に対しても心優しく接する場面が多く見られるのが印象的となっています。彼は自分がいつどこで何のために生まれたのか分かりませんでした。覚えているのはクイーナと同じク族のクワンに育てられていたこと、そして育ての親であるクワンが死んでしまったこと。クワンが死んでしまったとは自分の生きる意味や生まれた意味を探すための旅に出ます。本作の彼が紡ぐ物語、そしてその歩みの奇跡は、我々プレイヤーに生きるとは何か、自分らしく生きることの大切さを教えてくれました。まだプレイされてない方で興味を持たれた方は、ぜひ一度実際にプレイして体験していただくことをお勧めします。本日はこのビビの生きた証、感動に包まれたその生涯をお伝えしたいと思います。ここはアレクサンドリア城下町。今日は劇団タンタラスの舞台がある日です。このアレクサンドリアに芝居を見に来てやってきた黒魔道士の少年ビビ。チケット屋に持っていたチケットを見せると、悲しいことにそれは偽物でした。せっかくの芝居が見られない。そう思いながら一人途方に暮れていると、ネズミの少年と出会います。その少年は、俺の家来になれば今日の芝居を見せてやると言い、ビビはワクワクしながらついていくことにしました。このネズミの少年の名前はパック。彼との出会いがビビの運命を大きく変えます。屋根の上から城に潜入したビビとパックは、そのまま劇団タンタラスが演じる「君の小鳥になりたい」を鑑賞します。ビビとパックは芝居の素晴らしさに感激していました。しかし、ただで芝居を鑑賞していることがアレクサンドリアの兵士にバレてしまい、追われることに。その時、ジタンやガーネットたちと出会い、様々な騒動の流れで共に旅をすることになりました。ビビたちは旅の途中でダリの村に立ち寄ります。ダリの村を散策し終わったビビは一人で考え事をしていると、どこからかチョコボの鳴き声が聞こえてきました。すると何者かに突然ビビはさらわれてしまいます。囚われた地下で一人で泣いていると、いつまで経っても宿に戻ってこないビビを心配したジタンが泣き声に気づいてくれました。村の地下施設で箱に詰められていたビビはジタンとガーネットに救出されます。その地下施設を奥に進むと、そこで3人は衝撃の光景を目の当たりにします。なんとビビに似た格好をした黒魔道士たちが量産されていたのです。特にビビは自分と同じような姿の黒魔道士たちが作られていたため、より衝撃を受けてしまうのでした。この光景を見たビビは、自分も目の前の黒魔道士たちのように作られた存在なのか、自分はどんな生き物なのだろうかと思い悩みます。その後、南ゲートを通過するためにカーゴシップに乗ったジタンたち。船内には量産されていた黒魔道士たちが乗っていたため、ビビは自分のことが何かわかるかもしれないと思い、必死に黒魔道士たちへの会話を試みます。しかし、黒魔道士たちにはビビが見えていないのか、投げかけに全く反応しません。反応が得られないことにひどく落ち込むビビ。南ゲートを向けて進路を進めていると、突然強化魔導兵の黒のワルツ3号がカーゴシップを襲撃してきます。ビビの目の前に立ちはだかった黒のワルツ3号はビビに向けて攻撃を開始します。その攻撃を受けて後ろにのけぞってしまうビビ。心配したガーネットが近くにやってきた次の瞬間、黒のワルツ3号は驚きの光景を目撃します。なんとビビがやられているのを見ていた黒魔道士たちは、このビビをかばおうと黒のワルツ3号の前に立ちはだかったのです。彼らは意思を持っていないはずなのに、本能的に仲間を守らないといけないと感じたのでしょう。黒のワルツ3号は自分の邪魔をした黒魔道士たちを攻撃します。激しく損傷する飛空艇、そして無残にも吹き飛ばされていく黒魔道士たち。自分を守ってくれた仲間たちがカーゴシップの外へ落ちていく様子を、この時ビビは見ていることしかできませんでした。どうして同じ黒魔同士なのに傷つけ合わなければいけないのだろうか。彼らの命が消える様を目にしたビビは、その儚さに肩を落とします。そして黒のワルツ3号は今度はビビたちを狙ってきました。その後ジタンたちと協力して激戦の末、黒のワルツ3号を撃退します。しかし南ゲートまでもうすぐというところで、撃退したはずの黒のワルツ3号が再び襲いかかってきたのです。黒のワルツ3号の脅威を退け、南ゲートを抜けたビビたちはその先で竜騎士のフライヤと出会います。この時彼女の故郷であるブルメシアが黒魔道士たちの襲撃に遭っているという情報を聞きます。そして共にブルメシアへ向かうことに決めたのでした。その道中、真実を知ってしまったら生き方に影を落とすかもしれないとフライヤに忠告されながらも、自分と似た格好をした黒魔道士たちが一体何者なのか、自分がどんな人間なのか知りたいと感じたビビは真実と向き合う覚悟を決めます。意を決して王宮に向かったものの、そこでは黒魔道士に関する情報を得ることはできませんでした。その後もビビは真実を知るために黒魔道士を追いかけます。コンデやパタで人間に感謝される黒魔道士を見てビビは衝撃を受けます。今まであった黒魔道士たちは人間を傷つける存在でしたが、人間と共生している黒魔道士を自分以外に見たことがありませんでした。自分を知るきっかけがつかめると思い、彼らが住んでいるという黒魔道士の村へと向かいます。黒魔道士の村に着くと、そこにはビビと同じように意志を持った黒魔道士たちが人間と同じような生活をしていました。黒魔道士たちは人間を恐れていたため、ジタンたちの姿を見るとすぐに建物の中に身を隠してしまいます。ビビは黒魔道士と話をするために必死にその後を追いかけます。たどり着いた先は土の下に黒魔道士たちが眠るお墓の前でした。そのお墓の前には黒魔道士56号と288号がいました。ビビはこの時56号の友達36号がある日突然動かなくなり、時が止まってしまったことを聞きます。それが病気なのか怪我なのか、ビビは288号に尋ねますが、明確な答えを教えてくれませんでした。その夜ビビは一人で宿を抜け出します。墓の前にいた288号に何人の仲間が止まってしまったのかと言葉を選んで尋ねます。ビビは止まることが死を意味するとなんとなく理解していたのでしょう。288号は7人の仲間が亡くなったこと、自分たちは作られた存在であること、作られてからおよそ1年で寿命が来ることをビビに話します。時が止まることが死を意味することを288号以外の黒魔道士は知らず、彼もまたそれを皆に伝えようとはしませんでした。その理由は死を理解することで怖いという気持ちが生まれること、仲間と過ごす嬉しさを知った彼はその仲間に死の恐怖という感情を教えたくはないと考えていたのでした。そして黒魔道士たちにもっと外の世界を見てきていろいろ教えてほしいと言われたビビはジタンたちと共に旅を再開します。クジャを追ってイーファの木にたどり着いたビビはずっと考えていたことをジタンに打ち明けます。ダリの村の地下施設で見た自分と似たような格好をした黒魔道士たちが作られていた場所、ここにたくさんの霧があったことから、霧と黒魔道士に何か関係があるのではないかと考えました。その答えを探すためにビビたちはイーファの木の底へ進みます。探索をしていると、突然上から何者かがビビたちに襲いかかってきました。その正体はイーファの木を守っているザ・ソウルゲージで、このソウルゲージは衝撃の真実をビビに伝えます。なんと車同士はクジャが霧を利用して作り出した殺戮兵器だったということなのです。それはつまりビビも霧から作り出された存在であることを意味するのでした。ザ・ソウルゲージを倒してしまえば霧は晴れます。しかしそれは同時にある意味でビビの出生を否定することにもなります。戸惑うビビでしたが、これ以上人殺しの道具なんて作らせない、作らせちゃいけないんだと、これを倒すことを決意します。その決意はこれまで旅で見つけ出した自分の生きる意味に基づいて彼自身が決めたものでした。そしてザ・ソウルゲージを倒すと瞬く間に霧は晴れていきました。リンドブルム城に戻ると、シドからクジャが人間のように話す黒魔道士たちとヒルダガルデ1号に乗って逃げたことを告げられます。ビビは黒魔道士の村にいたみんなだとすぐに理解するとともに、彼らがクジャについていくはずがないとシドの話を受け入れられずにいました。自分の目で真実を確かめるために黒魔道士の村に向かうことを決意します。黒魔道士の村に着くと辺りは静まり返っていました。現実を受け入れられないビビはお墓の前に向かいます。そこには288号がおり、みんなクジャについていってしまったこと、残っているのは自分とチョコボ社の2人だけということをビビに話します。黒魔道士たちはクジャから自分の寿命を知らされ、クジャについてくれば命を伸ばしてやるとそそのかされ、嘘と分かっていながらも不安な気持ちからついていってしまったのです。ビビは288号にクジャの居場所を聞きますが答えてくれません。そして他に残った黒魔道士2人がなぜクジャについていかなかったのか、それが気になったビビはその真意を確かめるべく288号の元を離れ、チョコボ社の2人に会いに行きます。そこに向かうと33号と111号の2人の黒魔道士が大喜びしていました。その理由はずっと世話をしてきたチョコボの卵が孵化し、子供のチョコボが生まれたからでした。そう、彼らはずっと温めていたチョコボの卵を世話するため、他の黒魔道士たちのようにクジャにはついていかず村に残る決断をしたのです。彼らの決断は限りある命を伸ばしてもらうことよりも大切なことだったのです。チョコボ社の外に出ると288号が家の前に立っていました。ビビは288号に「あなたもチョコボの卵が心配で」と尋ねます。それに対して288号は「わからない」と口にします。彼も限りある命がなくなることに怖くなり、逃げ出したくなり、クジャにすがりたくなったけれど、それよりも大切な何かがあることを信じて村に残っていたのでした。ビビはさらに質問をします。僕ももうすぐ止まってしまうの？この時ビビは自分もいつか他の黒魔道士たちと同じように寿命が来て死んでしまうことを理解していたのです。育ての親であるクワンが死んだ時、モワモワした気持ちが広がるだけでその正体が分かりませんでした。しかしブラネ女王が死んだ時、隣で泣いているガーネットを見て、死ぬってこういうことなのかなと悟ったと言います。ビビは288号にこう告げます。クジャに騙されなければいつかはみんなにもきっと分かってもらえる。僕らは人殺しの道具なんかじゃないってと。ビビの言葉によって自分の中で何かが変わった288号はクジャの隠れ家をビビに教えます。そして僕らもいつか君のように強くなれるのかなと、誰かに生かされるのではなく自分の意思で生きたいと取れるような言葉を送ります。クジャを追ってグルグ火山にたどり着くと、落ち込む黒魔道士たちがいました。ビビは今は一緒にいてあげることぐらいしかできないからと言い、彼らを安心させるために今の自分にできることを考えて行動します。そしてジタンたちと旅を続け、幾多の困難を乗り越え成長したビビはついに宿敵クジャとの最終決戦に臨みます。そのクジャとの戦いに勝利し、クジャから生まれた永遠の闇をも退けると世界に平和が訪れました。そして月日が流れ、アレクサンドリアにまた劇団タンタルスが公園に訪れていました。世界を救った一同は懐かしい顔に会えることを喜び、ここに集まってきています。しかしそこにビビの姿はありません。彼の持つ命の時間はすでに終わりを迎えていたのです。ただ彼が生きた証はその子供たちへと引き継がれていきます。最後にビビはこのような言葉を僕たちに残してくれました。